住吉橋は神奈川県小田原市の小田原城の堀に架かる橋である。小田原城のうち、江戸時代に整備された二の丸と馬やぐるは、御茶つぼぐるはの間の住吉号に架かる。資料に、初めて現れるのは1644年から1645年頃に、記されたと考えられる小田原城絵図小宝図で、当初は目標であった。その後1672年に、 石垣の傘上げが行われ、1703年1843年1853年には地震に見舞われており、修理あるいは掛け替えが行われたと考えられる。宮内庁に保管されている1703年の地震前に記された小田原城絵図には、幅2県、長さ島4尺5寸、4本の柱と笠木、平げた。 自腹からなる欄干がある、胸が記されている。1817年の文献によると、土橋ながら、火が燃え移ったが、根深川の火消しが消し止めたとの記述があり、この頃には土橋に変わっていたと考えられる。1901年から1923年にかけては、御用邸として使われ、宮内庁の図面にも土橋の様子が記されているが、1923年の、 関東大震災で崩落した石垣と共に埋め立てられた。1986年の移行調査により、長さ4メートル、幅5メートルの橋台と対岸の道門の間の8メートルの橋であり、中央に福音方向に松の丸太の橋脚3本が建てられていたことが明らかになった。土橋になっていた時期があったため、道門側に、 どのように接続していたかの痕跡は半然としなかった。市政50周年を控えて橋の復元が計画され、1988年に設計業務委託契約、1989年7月21日には復元工事契約が締結された。土台間距離32尺、欄間28尺5寸、幅12尺。橋桁にはアメリカ産ヒバ材、 宝珠柱には、吉野山日の木、橋脚には、松の丸太が使われた。1990年1月14日に下漁式、同年4月19日には、渡り染め式が行われた。1990年には、神奈川の橋百選に選定されている。1997年には、住吉橋から小田原城内に通じる道門が復元された。復元から、 四半世紀余りが過ぎると、雨水などによる腐食が進行し、痛みが目立ってきた。そこで、再度の掛け替えが行われることとなった。新たな橋は、中央から両端に向けて、傾斜をつけて、水はけを良くし、木材を組み合わせる箇所には腐食防止効果のある銅板を使用するなどの工夫が施された。腐食が進んだ部材は、交換可能な構造になっている。 掛け替え工事は2016年8月12日から2018年3月26日にかけて行われ、完成に先立ち2018年3月4日には渡り染め式が行われた。2020年3月撮影。ロードコーンは油散布の被害箇所2020年3月何者かによって植物由し式液体をまかれる被害が発生。5月に職人による 除去作業が行われた。ありがとうございます。